さて次です。ミノタウロスの迷宮、ゴールがあり2つ埋める、埋めるためにはこれはもう自分の左にブロックがないといけないですね。自分の左にブロックを置きましょう。まあ手を動かすしかない。自分の左にブロックを置きましょうってことは、頭で考えてなんとかなるステージではないことが分かったので、もうひたすら手を動かしましょう。今回は結構ね、なんだそれっていうところで進むことが多いね。こういうところとか、はあ、なんだろう、正しい順番で石を押していかないと多分クリアできない。これはそのブロックは引っ張り出しといて上から1個押してそれを右から押し込むっていうのをなんか2回にわたってやらないといけないんでしょうね。ですが、あのブロックを上から押すためにはすでにその上に、ここのくぼみの中に石を1個置いて出てきてあげたいんだよな。ここに石を1個送り込むにはここだとはまっちゃうから、これで1個送れて、その送ったやつを下の段に持ってってないとダメなんですよね。今度はむずかしいじゃんね、そんなの。ここで離れてくれないから難しくない右下にある自分の右下にあるこの石をここにも置いて抜け出すことがとても難しくない。考え方がおかしいかな。だってここで石を下に置いて帰りましょうっていうのってできないと思います。じゃあその解放はできないばっかり言ってんじゃありません。あ、でもできないんだもん。だからでもな、そうやったらここですか、ここにここの列に2つ以上、いやでもここからこっちにこうカーブさせることができんもんな、それと石を。なあ、はまった。
なるほど、方針を変えてみよう。ここの端か角っこにひたすら石をどんどん詰め込んでいって、それ以上汚染倍っていうところまでガンガン押していくのかな。積んだ、好きだよ。つきすぎなんだよね。どけといて、これもどけといて、うーん、そこ邪魔だな。そこのハマりポイントができちゃったんだよね。どけといて、こうしてそれを下から引っ張っていって、こう、うん、ハマりか。入って押し込んで、これ押し込んで、次にそこにはめたものが必然的にもその左に寄せるようになるから、逆にここに来たくないんだ。頭の石が邪魔。次にこうして、こうして、ここ2人で今度いかん。もう一個石を、この石超邪魔。この石どうしようもないな。下に持ってきたい。下に持っていくには、下に持っていくにはどうやる。下から上に押し出すしかないんか。これを下に持っていって無事でいる方法ない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 。くっつくんだもん。これでもまた違ってますか、方向性が。上からくっついて下に押し込む、上からくっついて下に押し込む、上からくっつく。石がここにある、石をここに無事にある。無理なんだよ。下から入ってこないとそれは無理なんだよ。違うの？
つぐらい落とせそうな感じがしない？ここまで来たから。一旦下に溜めてから上に戻すことで、うまいことやったんかいの今俺。これを下に持っていきたいので、逆にこれを1個上に上げて、だからまた同じことやればいいのかな。積んで、いや入れらんないやね。こうしてから下のを引っ張ってくるんだっけ？違うな、もう一回これを詰めるのができないので、下のものを上に持ってきて、あれ？なんかおかしいね。これを上に持ってきてだっけ？あれ？いいのでは？いいのでは？あー、700超え。おめでとうございます。700超えです。プラス2って何？努力賞みたいなこと。次いけるね。シーキングシェイプス。一筆書きだ。以上を埋める。埋めるためのものが右下にあるけど、形を決めないとあそこに入らないです。爆弾が3箇所。手を動かすしか、手を動かすしかない。爆弾にそもそもまず行けんのよ。爆弾を僕が連れて行くことになるんだ。爆弾連れて、形を変えましょう。どう変えましょうか。一つはこの出っ張り二つを外して、で自分の右側にくっついてるところも外す、壊すっていう方法で、もう一つが右下部分から L 字に3箇所壊す。パズルだよってことを考えると、右下を壊しに行く方がパズルらしいから、右下3マスを壊す方法をやってみようかと思ったわけです。パズルだから。足場が足りんぞい。これで
こ壊せる。どう壊すといい？あ、ハマリだ。これでハマっちゃうのか。このブロックもう動かせんしな。あまりにも無秩序に動きすぎた。あ、というかそもそもここで作ったものを、そっか、左上まで運び入れんといかんやんな。あー、そっか、右下3箇所を壊してもこれを右左上まで運ぶことができんので、それができるっていう意味だと出っ張り2箇所を2箇所2箇所切っただけでも入らんやんな。ってなるとよ、もっと別の選択肢なんだな。爆弾3個でこの右下のパーツを2つに分解するのが硬いかな。それが硬いか。2つに分解可能なエリアは壊すの違うと思うよな。なんかね、この自分の真身にこの縦をバリバリバリって割ると1と7のピースに分かれるでしょ。で7のピースは真ん中を通すことできるから、あーでも違うか、7のピースを持っていっても上の水場にははまらんわな。はまらんべな。違うね、ピースが違うな。考え直しだ。どうです、出っ張りのあるところの出っ張ってない3マス分を右からバカバカバカって壊しに行けば3ピースに割れるわね。3ピースに割れて、でも2ピース真ん中通してあげないといけないから、もっといろんな割り方できるね、これ。いろんな割り方できるね。ゴールにはめに行って、これは難しい。これは難しい。足場は通りたくないよ。ピース運びで使うから、これは難しい。
手が多すぎる。通れないか。こっちのルートやとな、爆弾がな、そんなとこにいらんねんっていう突き方をするんやな。そうだよね、そうだよな。爆弾を外す場所もなく、あれ、これは困った、これは困った、困った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 、いきなり渡る。道の数からして往復で終わりだべな。一回行って帰ってきてでもう足場を全部使い切るから、ああというかその陸地にね、陸地に乗れる足場がそれしかないから、この爆弾はくっついても使うことができない。ああそうでもない、これを踏んだら、あ、まだいけるか。爆弾上と右に外せる。こういう終わり方も不可能ではないが、これはダメでしょ。分かってる、ダメなのは分かってた。もう一個下を終わる、ここ入らんか。高さ3ある時点で幅が3以上あるものここ運べないからね。3はダメなんですよね。だからやっぱりだからね、本当はここのラインを全部破壊していきたかったんだよな。あ、でもゴールするだけだったらこの2があればゴールいけるか。2だけ引っ張ればね、2だけ引っ張れればうまいこと噛み合うな。ここ2を右上に引っ張っていけばゴールなんだけど、ここはうまいこと噛み合っちゃったので動けない。他に他の壊し方でピースうまいこと取れない。うん、これをしてくっついてしまうからな。Thank you.
そこを壊したらさっきと同じか。さっきと同じやな。ここにはまってる限りそれは抜け出せんからな。としたら先に2の方から壊しに行くのか。2の方っていうか、これをそこで爆弾2ついくのは いかんやんな。なんかうまくいかない。うまくいかん。してしまうから、爆弾で爆弾を押すことができないから、終わり。この時点でこの自分の左上が爆発されていれば、これを持って
違うか、あれ違うな、これを下にできなかった。先に壊しておくべきだろう。壊してくっつきたくなかったから持ってきたけど、下にくっつけるとここが通れんから、この先で下にくっつけるしかなくて、ここでやろうとすると上が逆にくっつくし、爆弾を取りに戻ることができないので、なかなか悲しい。悲しいね。今まではこうぐるっと回ってやってたけど、できなくなったね。先に上から？違う違う。だって真ん中を壊した時点でくっつきが始まるから。ことなすことうまくいかない。できない気がしますけど、でもね、今までここぐるっと回ってやってたんだから、回る道がなくなってしまうと爆弾を左にくっつけに行くことができないから、これだと方針が変わってしまう。
うん、上に抜けるのがダメ、まあ、ここ割る、ここを割るっていうのがもう違うんだけど、2破壊で2のピースを取り出すことはできんからな。違うよね、出っ張りを壊すのが絶対違う。ここで爆弾が下を向いていればこの下の部分を破壊して、あーっと、そしたらこのままこの爆弾をこう持っていくっつく、くっつく、このままくっつかずに抜け出せればぐるっと左を回って上のルート行けるからよかったと思った。でもそれをするとな、ここの足場を使うと爆弾をぐるっと回し入れることができなくなる。うー、くぞー、爆弾を置いてができんしな、ここを壊してもダメだしな。いやでもここを通って戻れんめん、戻れんけん、そう、ここまで正解っていうのが欲しいな。現時点でここまででもう間違ってるのかな、俺の最終形の方針が間違ってることを30分やってる可能性全然あるからね。だけ壊してみる、もう一個は壊せん、これの位置を変えると漏れなく爆弾も爆発する、意味がない、位置を変えないと向こうには渡れないけど渡ろうとすると爆弾が爆発する、爆弾の位置をずらしておく、これで抜けられるかっていうとそれでも抜けられん、抜けられん。
はあ、変えてみるか。こうやって持ったんだったら、いやそれってでもどうなの、左右が変わっただけだろ。ここと、ここと真ん中と左上っていう破壊をこっちサイドからやれば、違うんだよな。違うのこれ。ダメだよね。ダメなの？わかんない。わかんなくなっちゃった。これダメなの？壊したら入らんか。ギブアップ、ギブアップか。残念。46分動画撮っといて最後解けずに終わるっていうのあんまり良くないと思ってるんですけど、仕方がない。